オタマボヤズナは、世界中の海の外洋域に住むお作動物である。オタマボヤズナの動物は、通常浅い海で、露化接触を行うが、いくつかの種は深い海で見つかることもある。生態でも、体幹とビブが不連続で、形態は一見、多くのお作類の養成に似ている。オタマボヤズナの形は小さくまとまった大腫部と、扁平なビブからなり、全体は、 おたまクシに似ている。ビブの中心には、脊索があり、背面に神経が通っている。また、上皮組織か規定膜に取り囲まれた一連の筋肉体がある。ビブを動かすと、骨格の中に水流ができ、食物を集めることができる。なお、体主部とビブとはその付け根で90度ねじれており、そのために尾は腹肺に扁平であるように見える。 他の多くのお作動物と同様に、おまぼやなは微粒子状の食物をエラで吸引し、そこで、食物は咽頭から分泌される粘液につかまり、消化管に入る。しかし、おまぼやなは、タンパク質とセルロースでできた泡のような構造物をまとい、そこに形成されたフィルターによって、エラに集まる固形物の濃度を高めることができ、吸引をかなり効率化している。 このハウスは成長して、サイズが大きくなったり、フィルターが詰まったりしたら、交換することができる。このような行動をすることができるものは、お作類では他にはない。捨てられたおまぼや綱のハウスは、深海にもたらされる有機物のかなりの部分を占めている。おまぼや綱の妖精は、ホヤのおャ弱子型妖精と似ていて、発達中の内臓を持っている。体幹が成熟すると、ビブは、 腹部の後方に移動し、体幹に対して90度折れ曲がる。ビ部の屈曲に続いて、最初のハウスが分泌され始める。別れをたまぼやへ、外来遺伝子を導入する技術の発達によって、この書は遺伝子発現や、積作の進化の実験のモデル生物となった。ありがとうございます。